どういう時やってるプライベートで。プライベートで今外は実際に行かないけども、はい、あのまああるんですよね。の新宿とかでもあるし大阪でもあるんですけど、ラブホテルってそういう館内が全部そうなってるところ、そこで待ち合わせする。ド S の人のホテル。そう、ドモド S っていうか私が S で行って、で M 君がこう来て調教するんですけど、こういうね、なんか首輪みたいなのも犬のね、首輪散歩するようなのを自ら用意しててね、自分でこうやってパチンって止めて渡されるんで、で持ってそれで飛び出すんですよ、犬のようにパンパンって、で待ちなさいって、待てみたいな、ダメとか言ったらグーって引っ張られて、こうなっちゃって、でもう四つん這いでね歩いていって、四つん這いやっぱり似てますね。いい人は、いい場合は入ってきても OK ですよっていう場合はちょっと開いてるんですよね、ドアがね、ドアが開いてて、でドアが開いてて、いいですかって言うから、もう邪魔しないようにしなさいって言って、分かりましたって言って入っていくんです。お邪魔します。犬が入って、犬人間が、犬が でこう、私は何も喋らないんです。犬がちゃんと喋ってくれるんです。この人はあの、僕の女王様だから、あの何も危害を加えないでください、何もしないでくださいって言って、そしたらそこでもう始まってんですよね、はい、ベッドのところで、はいはい、でそれをどう見ても女性が20代前半 で、はい、で男性が50代60代前半ぐらいの方って知ってるんですよね、はい、でもう年だからもうちょっと立たないんだよねとか言いながらやってるんですよ、ゴホゴホしてる。でどうだよお前もちょっとお礼にこの人にあのちょっとしてあげなさいとか言って、で言ったらでこうするんですよ、犬役の人がね、そう、え、僕がね、いいですって言って、あの私に気遣ってんのかみたいな、いいよって、別にいいよとか言って、いや、いいですとか言って、もう見るだけでもう興奮してるんですよね。でそれでお仕置きをまたこれ、もう人の前にしてくれと言ってるんですから、お仕置きで叩くのが好きな人と、乳首でこう攻めるのが好きな人いてたので、うん、でね、叩くともっともっとって言うんですよ、うん、もっともっとっていいんですけど、叩いてばっかりとね、ここ青タンできるから、うん、自分の手が痛くなるんだ、でもしたくないんですよ、叩くのって、うん、なんかあんまり良くないし、うん、自分もここ青タンができるので、うんうん、こういう時はね、もう食うてもこんなぐらいですね、岩手内ヘチなんです。この辺は急所ですから、この辺に行ったら、この辺にですね、この辺に行ったらガクッと下に落ちるちょっと詳しく聞かせてください。なぜる場所は大体僕に聞いてくれれば、大体あの分かりますから。平手ヘチ、乳首ヘチ、つねるともっとって言うんですよ、うん、でもっとって言ったってこっちが遠慮すると怒るんですよね、うん、相手は痛んだけど求める、でも次の日は乳首腫れるらしいんです、はい、腫れるんですけど自分がされる側のなんかあれはないんですか、別に。私は乳首気にしますね、傷